実際の完成よりも一足先にリニューアルされた水木しげるロードをバーチャルリアリティでご覧いただきましょう。こちらはエントランスゾーンとして水木先生が生み出したおなじみのキャラクターたちが皆様をお出迎えします。シンボルである元旦の鬼太郎とネズミ男はこれまで通りですが、歩道が広くなり安全性が大幅に向上しました。名物となっている目玉親父照明は駅前広場に集めます。